それではセミナーの内容についてご質問がある方は Q&A にご入力をお願いいたします。画面の下の方に Q&A のボタンがございます。匿名にチェックを入れていただきますと匿名でのご質問も可能です。ご希望の方はご活用いただければと思います。それではセミナー中にすでにご質問が集まっておりますので順番に読み上げさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。まず最初に一つ目のご質問です。 オフィス空室率について、名古屋や大阪は東京と比べ、えー、コロナ禍での上昇幅が小さいようです。背景等ありましたら、お教えくださいということです。いかがでしょうか。ありがとうございますあの。大変貴重なご質問いただきまして、ありがとうございます。需要面、供給面、双方で理由があると思います。でまず供給面。 から申し上げると,、えー、と東京においては2018年から2020年までオフィスビルの大量供給がございましたでその新築ビルについては概ね埋まった状態で竣工を迎えたんですけれども、まあ、一方でそこの新しいビルに移転する方々の二次空室っていうのを顕在化してあの空室率を押し上げたということがございます なので、えっと、そのようなものが一方で、えっと、名古屋、大阪などの地方都市においては見られませんでしたで。供給が限られてたんですね。なので、少しちょっとそのチャートをお示した方がいいですかね。で、えっと、よいしょ。で、ちょっとリーマンショックの時と比べると分かりやすいんですけれども。 リーマンショックの時は、実は、えっと、双方とも、えっと、同じようなペースで上昇したんですけれども、リーマンショックの時は、今申し上げたような供給のラグっていうのがなくてですね、東京においても、地方の主要都市においてもいあの、大量供給がありました。で、今回は東京だけが大量供給の影響があって、その他の地方都市においてはなかったということがございます。ただ一方で、2022年以降、 えっと地方の主要都市においても、えー、と供給があるところはございますので、まず、あ、リ,リットを押し上げる要因もあるのかなというふうには見ております。また需要面においては東京において先行してテレワーク拡大などの影響は出てきているようにえっ、ー、と見受けられます。ただ一方で大阪名古屋でそれが全く出ていないかというとそうではなくて、東京に遅行してそういった動きが徐々に出てきたという話は聞いておりますので、まあ今後えっ、ー、とその動きは。 東京に近くなってくるのかなというふうに見ております以上でございますどうもありがとうございますそれでは次のご質問ですオフィス出社率の算出についてオフィス以外の人流を除外とありましたが除外する方法を具体的に教えていただけないでしょうかというご質問ですこちらについてはあのピンを打ったりとかそういったお話かと思いますがいかがでしょうかお願いいたします ありがとうございます。あの、すいません。ちょっとあの、説明を、あの、はしょってしまった部分もあるので、まあ、改めてご説明させていただくと、あの、まずですね、えー、っと、今回問題意識としてあったのが、その都心のエリアというのは、いろんな用途が言い乱れているので、その、まずそのオフィスの人流だけを補足してやろうということでですね、ここでお示ししたように、そのオフィスのところにピンを打ってやってですね、そこの人流だけを補足してやりましたというのがございます。 それに加えて、その前提として、オフィスエリアと呼ばれるところだけで人流を補足したというのもございます。まず1点目がそちらでございます。これをすることによって、例えば商業施設であったり、ホテルなどの人流のデータは排除できたんじゃないかなというふうに考えております。ただ一方で、このようなやり方の場合、難点としてはです、ね、その複合ビル。 例えば1階から4階までは商業施設、5階から25階まではオフィスで、その上にはホテルみたいなものがあったりすると、そこまでは考慮できていないというのはございます。でそれに加えて、例えば通勤者の影響を除くということに関しては、その集計する時間帯というのをその通勤者の影響がないと思われる10時から16時台。 ということで区切るというのをやっております。まあ、このような形で、えっとオフィス以外の人流を捕捉しないような動きというのをしております。まあ、それ以外にも細かいところで申し上げるとえっと、例えばその年齢で見ると、えっと20歳からえっと60代までにしていたり、他にもその通行人の影響を排除するために5分以上、そこに滞在している人のみ人流を捕捉するとまあ、そういったことをさせていただいております。 はい、どうもありがとうございました。えそれでは次のご質問ですえ。曜日によって出社率が違うというお話ですが、業種ごとの曜日別出社率について特徴はありますでしょうかというご質問です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あのー、いや、大変興味深いご質問で、実はそこの点について、あのー、 もう少し掘り下げようと思ってやっていたんですけれども、あんまりできていないというのはあります。で、えっと、いろいろその時にその最初にこの曜日別に出社が違うっていうのを見たときに、なんか要因、何の要因なんだろうというのを調べてですね、ちょもうちょっとちゃんとあの言えないかなというふうに思ってたんですけれども、結構難しくて言えなかったんですね。まあ、例えば月曜ととかだとあの 皆さんご承知のとおり床屋さんとかお休みだったりいろいろお休みのところが多かったりすると思うんですけれどもいろいろ調べていくと昔そのあの電力の関係とかでそういった月曜日に休むそのサービス店が多かったみたいなこともあったりしたんですけれども今考えてみるとあの現代に置き換えてみると別にそんな理由もないですしあの単純にその えっと、お休みを取られる際に月曜にくっつけて取られる方が多いであったり、まあ、そういった影響があるのかなと思って見ておりましたで一方、業種別でその曜日別を見るというのはまだしておりませんのでちょっとあのた大変面白いポイントだなと思うのでデータが取れたりしたらその見てみたいなというのは思っておりますただ、えっと、今、足元ではです、ね、その業種ごとの出社率は取っていなくてですね あの今やっているの業種ごとの分析をしたのも、先ほどあの、誤解がないように今あの、念のため申し上げさせていただくと、先ほど、業種と,、えー、とオフィス出社率の相関分析などをしているんですけれども、それはあのオフィスそのエリアにあのあ所在する企業の業種構成と、そのオフィス出社率というものを比較してやったものであって、産業別のオフィス出社率というのを作っておりませんので、 まあ、そういったものを作ることによってこのような今ご指摘いただいたようなあの分析もできるのかなというふうに思っておりますのでまあ、共同研究者の間で少しあの持ち帰ってですねあの話してみたいなというふうに思っております大変面白い意見ありがとうございますどうもありがとうございますそれでは次のご質問です。 事業者規模と出社率の関係について、一般的には東京の出社率が低いようですが、サービス業については東京以外よりも東京の方が出社率が高いように見受けられます。この理由について、どのようなことが考えられるでしょうかというご質問です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あの非常にそれぞれご質問で、えっと、 正直申し上げると、その本当の理由というところを分析できるところまではあの見れておりません。ただ、一方であの、こうなんじゃないかなという考えを述べさせていただきますと、えっと、こちらですかね、事業主規模と。そうですね。えっと、このデータを見るとですね、その東京の方が、 その出社率が低いような影響を与えてい、あえっ、ー、と東京以外の方は出社率が低いような影響を与えていて、えっ、ー、と東京は出社率高いような影響を与えているというところでございます。で、実はその何で難しいかというとですね。このサービス業の他に分類されないものって、結構い,いろんな業種を含んでいて、あのその様々なえっ、ー、と内容が入ってくるんですね。 ですみませんちょっと個別具体的には忘れてしまったんですけれども、あの分類されないものがいろいろ入っているので、実は今こう、こうじゃないかっていうのを申し上げても、結構間違っている可能性があってですね、あの正直言うと分からないっていうところがあってですね、多分その業種ごとにさまざまな業種が入っているので、その偏りなどによって、こういった東京と東京以外で差が出ているのか、 もしくはそういった変えたよりはないんだけれども、東京と東京以外で差が出ている可能性があるのかなというふうには思っております。でいずれにせよ、ちょっとここの点についてはまだちゃんと分析できていないので、あのもう少しデータを掘り下げて見てみたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。それでは次のご質問です。地方公共団体職員の方からのご質問です。 今回ご紹介いただいた携帯位置情報データオフィス出社率に関するデータは市区町村単位での分析は可能でしょうかというご質問です。お願いいたします。ありがとうございます。あのできますできますというのはあの今えっと既存のものとしてえっと作ってはおりません。 既存のものとして作っているのは、えっと、主要6都市のそれぞれのオフィスエリアに関するものだけ作らせていただいております。ただ、原理的にはあの作ることは可能です。で、えっと、どういうことかというと、そのオフィス、あのその調べたい市区町村の、えっと、オフィスビルの所在地のデータがあれば、その人流データのプラットフォームを使って、そこのピンを抽出してやれば、 その作成方法なんかはあのそんなに複雑なことをしておりませんのであの作成することは可能です。ただ、えっと、この分析できるのかどうかっていうのが、えっと、今すでにデータがあって分析できるのかっていう点で申し上げると今そのようなものを作成しているわけではないのですることはできないんですけれども、まあ、一方でその作成することは可能ですのであのそのエリアどこのエリアなのか でそこにどのぐらいのオフィスがあるのかっていうのが分かれば、作成することができるので、分析することは手を動かせば可能です。はい、どうもありがとうございます。それでは次のご質問です。非常に深い分析で感銘を受けました。これからこれだけの分析の作業に、どれぐらいの作業量、人日ですかね、応用されていたものなのか、参考にお伺いしたいですということです。いかがでしょうか。 とうございますう正直申し上げると覚えてないですね覚えてないですしちょっとその考えながらやっていたっていうのもあるので、えっと、何日考え要したのかっていうのは正直わかんないですただ、えっと、そもそもこの構想というかあの自体はえっと2020年の中頃からずーっと持っていてで えっと、2020年の中頃に持っていてで、そのクロスロケーションズさんとこういった共同研究できないかというのを始めたのが2020年の後半あの10、11月、12月ぐらいだったと記憶しております。で、そのぐらいから、えっと、2つのフェーズに分けてこの分析を行っておりまして、まずクロスロケーションズさんと弊社で行ったフェーズがあってですね、その、えっと、アウトプットとしてオフィシャリス率を このように計算できますよっていうのを示したのが大体月2021年の6月ぐらい。でそこからさらにそのオフィス受社率数っていうのを精緻化して、えーっと、より深い分析をしていこうっていうことで、えーっと、今回お示しした共同研究の皆様でやらせていただいたっていうのがその去年の、えー、っと後半になります。なので、足掛け1年,1年半ぐらいはかかっていて、 でそのような中でもちろんその1年半ずっと使っているわけではないので何日かというのは分からないんですけれども、まあ、結構時間はかかっておりますただ、えっと、今で言うとそのノウハウがありますのでじゃあ、えっと、この市区町村ごとの出社率スを作りたいじゃあそれに何日かかるのかじゃあそこにおいてこのような相関分析みたいなのをしたい何日かかりかかるのかというので申し上げるとオフィスビルの所在地のデータがあれば そんなにはかかりません。あの数日単位でできます。まずオフィスシャリテスを作ることは数日単位でできます。でまた、その後の分析についてやっぱりその結果とを睨みながら試行錯誤するところもありますので、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいはかかるのかなというふうに思っております。以上でございます。はい、どうもありがとうございます。 それでは次のご質問です。使用6都市以外でオフィス出社率を算出する場合、どのような手法が考えられるでしょうかというご質問です。よろしくお願いいたします。ありがとうございますあの。実はこういったご紹介を、えっと他の方からも頂戴したことがあってですね、その実際にご商売をされている企業の方もあれば、地方公共団体さんからそういったあのお問い合わせをいただいたこともございます。で この、えっと、算出するに必要なデータっていうのが、えっと、大きく2つあってですね、で1つはそのオフィスビルの所在地データになります。でその所在地が分かれば、ピンを打ってやることができる。で、もう1つは、指数化するにあたって、人流からその空室率の影響を向上していますというのがございます。で、その空室率のデータを得ることができる。 エリアなのか、都市なのかっていうのがあります。で、もし、その空室率のデータがなくても、空室率の変動が警備、そんなに大きくないんであれば、それをしなくてもあの大きな問題はないと思います。じゃあ、オフィスビルの所在地のデータがあるかどうかということなんですけれども、例えば、その今回一緒にやらせていただいた参考エステートさんなんかは、全国でえっと事業を展開されておりますので、あのそういった あの今回ご紹介した都市だけではなく、まあ、全国いろいろなところでデータをお持ちでいらっしゃいます。なんでそれ以外にも地方公共団体さんとかであればその事務所のデータとかもお持ちだと思うのでそういったデータをもとに作成することは可能だと思います。ただその際留意しなきゃいけないのがその都市が小さくなればなるほどその母数となる人流などのデータも少なくなってきますので、まあ、その少なくなったことによる誤差であったり そういったものの影響で、本当に使えるデータになるのかっていうのは、その検証してみる必要があるのかなというふうに思っております。なので、実際こう、この年についてやりたいということであれば、あ,のある程度その、例えばその不動産関連の方がそのデータを持ってるのかどうかっていうのがまずあって、その参考エステさんなどのそういったところがデータを持ってるのかっていうのがあって、持ってないっていう場合には、例えばそれ以外のデータプラットフォームでそういったオフィスビルの所在地データが。 取れるのか、例えばその地方公共団体さんがそういったデータを持っているのか、そういったものが取得できれば、あのそんなに問題なく作成できるとは思います。はい、どうもありがとうございますそれでは次のご質問です今回調査した主要6。都市以外の地方都市では、テレワーク推進、オフィス、縮小などどのような影響があるとお考えでしょうか？というご質問です。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。あの、大変、あの、深い、あの、ご質問だと思うんですけれども、あの、実は、その、まず、えっ、ー、と、顕在化している影響と、顕在化していないけれども、起きるかもしれない影響について申し上げさせていただくと、まだそこまで、えー、と大きな影響っていうのは、その、今回ご紹介した6都市以外のところで、顕在化はしていないと思っております。顕在化していないというのは、 あのオフィス縮小という意味で、ですねまだテレワークを推進するためにオフィス縮小しようというのは、今どちらかというと、東京で先行して始まって、それが大阪や名古屋などの主要都市で出てきたという段階、じゃあ、さらに小さい都市になっていくと、まだそこまでは行っていないんだけれども、全国でそういったものが始まってきているので、今後起きるかもしれないというフェーズだと思います。じゃあ起きるのかどうか いうとととこころろで正直なところを申し上げるとそれは分からないんですよねわからないっていうのは実はそのの市場あの不動産市場の関係者の中でも今後テレワークは本当に根付くっていうふうに考えている人もいればテレワークはあんま根付かないんじゃないかっていうふうに考えている人もいて結構二極化していますで。私のポジションを申し上げると、えっと、私はテレワークは結構普及するんじゃないかなというふうに考えているタイプでございます。そのような中でえっと申し上げさせていただくとあの その業種であったり、その企業規模が結構重要なのかなというふうに思っていて、今回、結構あのニュースで報道されて注目したのが、あ,のある製薬会社さんが全国でテレワークを活用するので、その地方都市でいる MR さんのような営業の方のオフィスをもう辞めて、もう在宅勤務にしますみたいな報道が見られていたんですね。 で結構、地方の主要都市だと、その東京の支店であったり、そういった営業拠点、まあ、コールセンターであったり、まあ、結構、その業種の特性がいろいろあると思うんです。で、実はその業種の特性ごとに見ていくと、地方都市でこう自宅が近いからテレワーク不要だとか、まあ、在宅勤務じゃなくてもオフィスで行けばいいじゃんとかっていう話もあるんですけれども、業種ごとに見ていくと、意外とこうテレワークの親和性の高い業種っていうのも、地方都市には多くございますので。 そういったところで、少しずつ今後、進んでいく可能性はあるんじゃないかなというふうに思っております。で、例えばですね、その、特にその際に重要だと思うのが、その結構、東京において見られているのが、東京においてもオフィスに戻る,業種戻る企業と、テレワークを推進している企業とあるんですけれども、結構、そのオフィスをその研究拠点であったり、創造拠点として使っているような業種の方々は、 オフィスにに戻ろうううといい動きが見られるように思います。イノベーションを起こそうという方々ですね。一方で、ある程度業務が決まっていて、日々そ,のそれをちゃんとこなしていくことが重要な方々、そういった企業、そういったところでは少しずつテレワークが進んでいるような感じも見て受けられますので、まあ、そういった業務の特性だったり、企業の特性によって、まあ、変わるのかなとは思うんですけれども、まあ、そういったことを踏まえた上で、地方の都市においても少しずつそういった動きがあの 東京などに遅れて進んでいくといいうううに考えておりりまますすどうもありがとうございますそれででは次のご質問です東京とそれ以外の地方都市では、オフィス出社率の傾向に差があるようですが、他には特徴的な傾向が見られると地方都市はありますか例えば仙台市は他の地方都市と比較して、何かの影響を受けやすいなどありましたらお教えくださいということです。よろしくお願いいたします。 あ司法とうございますあの地方との比較をしてみたんですけれども、実はそこまで大きな差異っていうのは、まあ、見つかりませんでした。例えば、先ほど申し上げた台風15の影響のような、そういう突発的なものがあったときには、まあ、変わってきたというのはあるんですけれども、あの大きな差異っていうのはそこまで大きく見られませんでした。で一方でその、で例えばその他の人流データである、 グーグルさんのモビリティデータとかと比較してやった場合に、そ,のそことの差異がどのように生じてくるかという分析した場合に、結構大きな違いが出てきて、ですね例えばその名古屋なんかをご覧いただくと、ここで示したオフィス出社率数と、そのグーグルさんのモビリティデータで結構、乖離するんですね。で、それをよくよく見ていくと、グーグルさんのデータは愛知県の職場のデータで、製造業なんかを多,分多く含んでると推察されるんですね。 で一方で、こちらはオフィスに限っているので、そこで結構大きく動きが変わってきているのかなというふうに見て取れました。まあ、一方で、このご質問の趣旨として、その今ちょっと打足、横道にそれてしまいましたけれども、地、ま、方、あ、都市のオフィス出社率だけを見た場合には、そこまで大きな差異はなかったというふうに認識しております。はい、どうもありがとうございました。 それでは次のご質問です。少し前ですが、外国の大手 IT 企業でもオフィス回帰が進んでいるというニュースを見ました。日本でもオフィス回帰が進んでいるということですが、日本と外国で要因の違いはあるのでしょうかもしご存知でしたらお教えくださいということです。よろしくお願いいたします。 ありがとうございますあの我々もそういったニュース注目して見ているんですけれども実はその海外の大手 IT 企業においても会社によって方針がかなり異なります例えばアップルさんなんかは報じられておりましたけれどもできればオフィスに戻したいというような意向を経営者が示していると一方で例えばドロップボックス などはですね、テレワークなどを積極的に活用していこうと、まあ、そういった企業なんかも見られますので、まず、えー、っとその企業によって意外と違うんだよというのをポイントとして申し上げたいと思います。でそれに加えて、えーっと、これまで何回かそのオフィス会計をしよう、オフィス会計をしようという計画が立てられたんですけれども、その都度あのデルタ株であったり、オミクロンであったり、まあ、そういった変化株の復 あの拡大などもあってですね、なかなかうまくオフィスへの回帰を進められてないというのがあのアメリカの状況でございます。例えば、えっと、アメリカの、えっと、キャッスルシステムズというその IC カードの,その入体管システムを作っている会社が、えっと、同様のオフィス出社率数のを、えっと、その入体管システムを元に作っているんですけれども、まあ、アメリカの場合は、 まだ、えっと、オフィス出社率が、えっと、6割とか7割減ぐらいの状態ですので、まあ、そこまで、えっと、戻せきれているわけではないというところでございます。まあ、それ以外にも、えっと、アメリカの大手金融機関についてはオフィス回帰を進めたいみたいなあの話はよく聞かれると思うんですけれども、まあ、こちらも同様にですね、えっと、感染拡大などを受けて、まあ、その計画をうまく進めきれていないというのが現状だと思います。 どうもありがとうございます。それでは次のご質問です。オフィスの空室率はコロナ前までどのようなトレンドだったのでしょうかというご質問です。こちらは、えー、とだんだんこう空室率が下がってきたとか、そういうことかなとは思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。あの空室率につきましては、えーっとまあ、コロナ前で申し上げると、 あのリーマンショックの時にあに、東京だけではなく、日本中でこう大きく上昇した後、まあ緩やかに改善しながら、えっとまあ、アベノミクスなどの、えっと、後継期の影響もあってです、ね、さらに下がってきたというところでございますで。特にご質問のコロナ前について申し上げると、その空室率については、例えば東京都新国などですと、まあ、リーマンショック前の あの活況を呈していた時期よりもさらに下がっていたような状況でして、あのエリアによっては、その移転したくっても、なかなかその移転できるオフィスが見つからないぐらい、えーと、オフィス床が埋まっていたような状況でした。そのようなこともあって、まあ、賃料がまあ上がり始めていて、ですね、えー、とオフィス市況自体はあの非常に好調な状態というのが、まあ、コロナ前の動向でした。 でそれがまあコロナでえっと一旦調整局面を迎えたというところでございますはいどうもありがとうございますそれでは次のご質問ですテレワークで良い人材を確保できることからテレワーク率が高いと業績が良くなるのではないかと考えますがそのような分析は可能でしょうかというご質問ですよろしくお願いいたします ありがとうございます。あの全くもってご指摘の通りだと私も思っております。で何らかの方法で分析したいなっていうのは思っております。でよくあの不動産市場やっていてえっと分析するときにあのいただく質問っていうのがじゃあ今後そのどういったビルの方がえっと空室率が 上がんないのかとかとそういったご質問をいいただくんですねでそういっときによくお答えするのが、短期的には中小規模のビルの方がえっが、と、安定的だと思いますけれども、中,あの中長期的にはそのあの大きいビルのほあがいいんじゃないでしょうかっていうのをよく言ってるんですね。まあ、どうしてかっていうと、あの先ほど中小企業の方がテレワークを活用しにくいということもあって、なかなか進んでいないと、なのでオフィスディカを削減する、えっと、可能性というのは低いですと。 一方で、中長期的な観点で見た場合に、テレワークをうまく活用した企業の方が業績を伸ばす可能性があると思うので、そういった企業が多く入っている大規模なビルの方が将来的にはパフォーマンスいいんじゃないでしょうかというふうにお答えしているんですね。なので、全くお考えは同じなのかなというふうに思っております。でじゃあ、それをどのように分析するのかということなんですけれども、それに必要なのが、ミクロな企業の業績データと、 そこの、えっと、テレワーク率なんで、すねでそれを計算するのが結構難しくってですね、そのやはりその今回の携帯位置情報データのようなものの場合、やや誤差もありますので、えっと、そういったものを踏まえた上で、どこまで、えっと、細かく分析できていけるのか。ああある程度大きいビルであればあの 分あの推計できるというふうには考えているんですけれども、そういった場合にそのビルに所在するテナントって結構増えてきてしまったりもするので、ある一定規模以上の企業が一棟借りしているようなビルを複数集めて、その企業の規模のデータを持ってくればできるのかなと思いながらも、そうすると統計的な分析までするにはデータ集まらない気もするので、何回やる方法はないかなというので考えたいと思っております。あの大変あの あの、興味深い分析内容だと思いますので、あの、ちょっと考えたいと思っております。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。えー、あの、ご質問ありがとうございます。えっ、ー、と、たいあの、時間になってきましたので、今いただいているご質問で、あの、受付は、あの、一旦締め切らせていただければと思います。いただいているご質問について、引き続き、あの、ご回答いただければと思います。えー 次のご質問です。業種、企業規模、蓄年数によるオフィス出社率の相関を算出されていらっしゃいますが、今後の研究として要因で考えられるものがあればお教えくださいということです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あの今もともと思い当たるものであったり、それでデータがあって分析できるものということで、まあこういったえっ、ー、とビルの属性であったり、まあ業種であったり。 まあそののようなものをいい使わせててただいておりましたで実はそれ以上の分析が今手元のデータでできるかっていうとなかなか難しいのかなというふうに思っております。なのでさらに分析を深めるとすると何か新たにデータを作ったりやったりどっかからそのデータをえっとご提供いただいたり、まあ、調達してきたりっていうのが必要になってくるのかなというふうにまあ思ってます。 おりますでその際もう少し細かい、えー、っとその業種企業規模だけではなくて先ほどもあのコメントでいただきましたように個別企業の分析っていうのをそれでしていくことができれば、まあ、より面白い分析ができるのかなというふうに思ってるんですけれどもその分析をするためのこう手立てとなるデータっていうのはまだあの手元にはございませんので何、まあ、かできるかなというのはあの検討していきたいというふうには思っております。 なのでそれを行う上で、まで、あ、そこまではいけないんですけれども、例えばその今、直接のお答えではないんですけれども、例えばその産業別の接種者率数を作ってやるであったり、そういったことっていうのは、いろいろ拡張可能性として考えられるのかなというふうに考えてございますはいどうもありがとうございますそれででは次のご質問です。 テレワークを活用した移住・定住に取り組まれているのですが、オフィス空室率の業種比較などを活用してターゲットを分析することは可能でしょうかというご質問です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、あのまずテレワークを活用したあの移住・定住ということであの、ご質問ありがとうございます。あの ここの少なくともこの結果からあの言えることとも申し上げるとあのテレワークを活用しているであったり活用しやすい、まあ、活用できる、まあ、そういった、えっと、業種であったり、まあ、企業規模であったり、まあ、そういったものに違いがあるというのはあの言えたんじゃないかなというふうに思います。なのでその観点で申し上げると例えば情報通信業であったり専門ビジネスサービス業であったりその企業規模も中小企業ではなくて大企業であったり。 まあそういったところにフォーカスしていくことがあの、そもそもテレワークをしている、できるということもあるので、あのいいのではないかなというふうに思っております。 はい、どうもありがとうございます。えー、それでは次のご質問です、えー。テレワークを進めるために、例えばコワーキングスペースの整備などがあると思います。今後、都市部のオフィス機能を地方都市にとって変わるためには、どういった条件を備えるべきだとお考えでしょうか例えば、コワーキングスペースに関わっている設備や環境で比較する方法などはないでしょうかというご質問です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 その地方都市におけるコワーキングスペースという文脈でのご質問だと思うんですけれども、あのコワーキングスペースというのは、あの今回、コロナ禍で結構大きなダメージを被ってです、ねあの、一時期はその存続も危ぶまれるところもあったんですけれども、あの今回の、えっと、ある程度、長い期間が経った中で示されたのが、あの今後のフレキシブルなあの働き方。 その各従業員がそれぞれに合った働き方をしていく上でこのコワーキングスペースというのは非常に有用なんだというのが分かってきたと思っております。でそれをじゃあ地方都市で、えっと、使う場合にどういったものが求められるのかということだと思うんですけれどもあのよくあのコワーキングスペースの話が出た時に私もよく言うのが。 地方都市において作る場合、大きな商業施設の上なんかに作るのが一番いいんじゃないでしょうかというふうに申し上げております。というのも、えっと、私も地方出身なんですけれども、あの週末になると大きなショッピングセンターに行って、1日そこで過ごすっていうのは結構あったんですけれども、平日においても、そういったショッピングセンターの上にそういうのを作ることによって、あの共働きの世帯なんかは、すべてをそこで済ますことができるなどのメリットがあるので、 まあそういったそのコアワーキングスペースっていうのもそのオフィスのところに作るとかではなくてよりそのえっと ミックスとユーストと申しますか、いろんな用途が合わさったような施設の一部として作っていくことによって、そのコーワーキングスペースの使いやすさっていうのが増してくると思いますので、作っていく環境という観点で申し上げると、そのようにさまざまな機能があるところに、コーワーキングスペースも一つ加えてやることによって、使いやすくなるというのはあると思います。 ははい、いどううもありがとごございます。す。それでで最後のご質問です観光庁のテレワークにもあの今回のような分析の応用が可能ですかということかと思いますが、いかがでしょうか。あの観光庁さんのテレワークの情報というのはあまり持ち合わせていなくてです、ね、それ自体もあまり分析はしていません。 あのただ、まあ、同じようなやり方をすれば、ですね観光庁の人流がどのように変化しているかっていうのをもとに、まあ、テレワークはこのぐらいなんじゃないかというのを推測することはまあ可能だとは思います。はい、どうもありがとうございます。それでは、お時間になりましたので、この辺りで佐久間様のご講演質疑応答を終了とさせていただければと思います。佐久間様、本日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。